はい、こんにちは。マッキーさん、カメラ実況者の天使太陽です。まあ、今日はですね、なんと、この、白猫テニスというゲームをやってきたと思います。このゲームですね。まあ、テニスのゲームなんですけど、これ実際にプレイした結果、すごく面白かったので、ちょっとやってきたと思います。まあ、今頃って感じですが、頑張っていきましょう。さあ、10回達成です。ということで、早速やっていきます。はい。対戦相手決まりました。ということで、対戦相手はこの方たちですね。これはかなり自分いけると思うんですけど、やっぱ自分はちゃんと練習しているので勝てると思うんですけど、ということでやっていきましょう。で、まずスライスでいってみますか。まあ実を言うと、あんまテニスのルールを知らないので、まあ頑張っていきたいと思います。はい、スピン、よし、スマッシュ狙います。よし、ということでこれもスマッシュ、これはスピンのを狙って、おお、1点取れました。よし、相手のサーブですね。次は、あ、やばいです。ボレー、あー、取られちゃいました。これでワンオールですね。まあ、実を言うとフィフティーオールなんですが、ちょっと、なんか今回タイブレーク戦って言って、なんか、数え方が違うみたいですね。はい、スピンはナイススピンです。で、打っていく。あ、スマッシュ、うわ、また、また、よし、よし、あー、またです。で、ということで、こういうスーパーショットっていう結構強い技も使えたりします。よーし、このまま次はスライスのままで、よし、ジャストミート、そしてスマッシュ、よーし、3点、これ、4点までいって相手が同点だったらデュースっていうやつになるんですが、こっちがもう4点で相手と1点差でも、まあそれで、そこから1点取れば、まあ、勝てるんですが、相手も4点取ってたらデュースってなって、それでもそこからもう1回取ってアドバンテージになって、そこからもう1回取ると勝てるって感じですね。サブってきました。さあ、スピン、ジャストミート、で、スピン遅い、よし、ボレー、よし、よーし、勝っていく。結構余裕でしたね。ということで、次の試合も行っちゃいましょう。よーし、まあ次も野球さんですね。まだレベル低いので弱いです。ということで、やっていきましょう。はい、もうこの対戦相手さんも余裕で勝てますから。ああ、なんか1点取られた。あった、ああ、やばいです。次こそ、てい、あ、よし、勝つですけど、あ、まあ今日はこれくらいで終わりにしたいと思います。それではバイバイ。